はい、皆さんこんにちは。エンパス TV のゆうすけです。今回は改めてエンパス TV についてご説明をさせていただきたいと思い動画を上げさせていただきました。エンパス TV なんですけど、エンパスの載っている記事の内容の補足を基本しているチャンネルとなっており、こちらの内容はエンパス TV についてはスピリチュアルの内容であったり占いであったり、そういった内容を取り扱っております。で、主なジャンルとしてはスターピープル、スターシードのことであったり、スピリチュアルについてだったり、さまざまなことを取り扱っております。なので、まあスピリチュアルに興味がある方とか、スターシード、スターピープルに興味がある方、ぜひぜひよろしかったらエンパス TV をチェックしていただければ幸いです。で、動画の頻度としては、まあ週1から週、各週で1程度で動画を上げていきたいと思いますので、引き続きエンパス TV のご縁ご支援と応援のほどよろしくお願いします。エンパスのゆうすけでした。またねー。